こういうアンバーいや、ラストラストラストあ、落ち着いてください、ちょっとナイス。はい、今回はこのコーナーにゲストの方がいらっしゃっています。早速自己紹介お願いします。こんにちは、ハンバーグ平川里奈です。やったー、やったー、お願いします。お願いします。よろしくお願いします。お願いします。はい、もう本当にあのただただ食べて、あの特にこう間とか気にせず、うん、気にせず、あ、はい、ありがとうございます、ええ、松岡君がナイフとフォークで、そうなんです、これお誕生日の時にもう貝野愛さんがプレゼントで、わ、はい、素敵、来てくださったやつです。本当に刺さるやつですから怖いんですねめちゃくちゃ切れ味いい、ええ、プランCね。まあ、今回日高里奈さんがゲストということで、はい、あのまあ吉次さんと日高さんのちょっとこうあの出会いのエピソードというか、う、ね、あの初共演とかって覚えていらっしゃいますか？初って、ね、ローキューブとかですかね。ローキューブだと思いますね。ローキューブ何年前だ？お、結構、え、もう、え、何年になりますか？2011年になるから、わあ、そんな経ちます、あれ。いやー、8年ぐらい前かな。8年前、そうですね。なんならさ、ローキューブが2011年だけど、はい、2012年に、はい、カンピオーネとか、あとソードアートとか、うん、あ、もう松岡君主役の ね、確かに、うわ、懐かしいよ。この頃が一番現場怖かったっすね。あ、そうなんだ。まあ、今でも怖いといえば怖いんですけど、はい、ね、まあなんかそのこうやっぱりこう正解がないじゃないですか、この仕事って。そうです ね、うん、だから今もなんかそういった怖さはあるんですけど、でも私本当にいろんなところで言ってると思うんですけど、ソードアートの第1話のね、最後の松岡くんの叫びながら走っていくあのお芝居がもうすごい鳥肌ものでして、もうなんだろう、いろんな素敵なお芝居をね、大先輩方見てきたけど、ここまでなんかゾッとしたのがなんか初めての経験で、すごい、そう、テストの時からも 120% のお芝居でもうついていこうこの座長にって思ったのを今でもそう覚えてて、そう言っていただけるんでしたらもう、もうあれ、変われないでください。完了のタイムでしたね、今。だから私それをね、それがあったからすごい松岡君と仲良くなりたくて、めっちゃ距離をね、縮めに行ったら、怖がられて失敗したっていう、なんかあれみたいな、ダメだったなって、間違えたなっていうのもありましたよ。いろいろあるんですよ、ね。あの時の私はもう必死だったんじゃない、仲良くなりたいって思ったんですけど。それにやっぱりその僕的にも、だって日高さんって、もう僕、9年先輩ですよね。え、そんなにですか？だって日高さん2000年からですよね。え、でも私声優デビューは今年で11年ですよ。どういうことは1個下？え、ちょっと先輩、私より先輩？松岡え、いやいや、違います、あの吉田さん10年ですよね。あ、じゃあ1年の差ってことですね。あ、なるほど、そういうことになるんですか。そう、でも会うたびに先輩ですからってすごい言われるけど、ほぼほぼ一緒なんですよ。いや、でもその1年でかいっすよ。いや、なんでいいじゃん、もうここまで来たらさ、もうほぼほぼ一緒。結構ね、その後も共演多くないですか？ファフニール含め、まあ、ソーマもそうですよね。そうですね、そうですね。あと盾の勇者でもね、つい最近一緒だったり、うん、あ、うん、でっかい鳥やってましたもんね。やってました、鳥ですよね、剣のね、勇者やってましたもんね。ちょっと何かと似てるような感じがしたんですけど私も思ってましたけどそうか、あのミポリンと、はい、日高さんは、こういう感じですよ吉次さん見てください。そうだよ、もういや、まあ、まあ女性陣だからね。まあ、だってさ、なんなら現場ほんと2つ3つぐらいしか一緒になってなくてこの中だよ、へへへへーって、ご飯も食べに行きました。行ったねー、行きました。あー、そうなんですね。そうだよ、そうだよ、すごい、はい、もう
最初からチャンリナさんって呼んでます。そう呼んでくれて、いやでも嬉しかった許可も取らずそれからお世話になりますチャンリナさんって。やっぱミポリン強えわこれ。すごいですね。でもさすがだよね本当に。好きという気持ちを 100% で出して嬉しかった。でもそんなねミポリンからすると日高さん先輩だけどさ、うん、はい、とあるやつを作ったんでしょ。あだ名ですか、うん、あそうだそうなんですよ。なんかそのメールが今日届いてまして、じゃあちょっと私が、はい、読みます。お願いします。いやこれいい話なんですよ。ペンネームスターブライトハンバーグさんからいただきました。ありがとうございます。つぐつぐあまちゃんみぽりんりなまるこんにちハンバーグこんにちハンバーグ今回はみぽりんいやおみほについて質問なのですが、おみほなんです。おみほという名も持っておりまして私、りなちゃんにりなまるというあだ名をつけたわけですが、その後は使ってますか？僕はあれ以来りなまるを使用するようになったのですが、続報を知りたいです。いや使ってないのバレたよ。だってもう最初にもうね出てたもん。もう出てたよちゃんりなって言ってたよね。違うじゃないですか。これりなまるっていうのはやっぱもうちゃんりなさんの奥の奥まで知った人が使うあだ名なんですよ。だからこういうお前共演何回目だよこれはちょっといろんな方がいる場ではまあちゃんりなさんって呼びますけど、二人きりになったらそりゃもうりなまるですよ。はあ、私呼ばれたことないけど大丈夫ですか？あれ一回もないけど。何回？いやつけたはいいんですけど、ねえ、だってりなまるって相当距離強いですよ。それをつけてくれたんだよラジオの中でね。いやでもぜひじゃあ松岡あそうだりなまるここでちょっと発表しましょう。どうぞいやちょっと待って、じゃあまず天崎さんがまずではないでしょ。どう考えてもこの状況だからでもりなまるさんじゃないですか。だとしたら全然いいですよ。りなまるさん。りなまるさん。あ、いい。はい。うん。なるほど。はい。松岡くんはでも。りなまるさん。りなまるでいいですか？え？りなまるでいいですよ。いや、りなまる。いや、これ頭の中バグってきますよ。何がりなまるっていうのに、はい、いわゆる何継承みたいのをつけないと。はい。じゃあ、まるが継承です。え？りなまる、りなまる。りなまる？りなまるでもう、そう、さんみたいなもんです。あ、なるほど、戦国武将みたいな感じです。そうです、そう思ってください。りなまるすごい戸惑いが。でもこういうとこから始めていかないと。そう、ここから徐々に無理やりでもいいですよね。そうなんならもう、でもこれでね、発表されました。次、相馬の現場とかで、はい、いきなりりなまるって言ってたらなんか嬉しいよ。達成したら嬉しいですよね。嬉しいですっていうひつぐさん。本当ですか？はい。あ、じゃあちょ頑張ってみますね。ありがとうございます。嬉しい。ここにがつけたあだ名が、やったこれ。やった距離がもっと近くなる。じゃあもう一通いきましょうかね。はい、じゃあ僕読みましょうかね。冬木とうやさんからいただきました。ありがとうございます。松岡さん、あまちゃん、みぽりん、そしてゲストの日高さん、こんにちハンバーグ。こんにちハンバーグ。松岡さんは女性が苦手、あざといのが苦手、先輩に萎縮するといった性格なので、日高さんに対して三重苦だと思うのですが。言い方よくないこのメール。悪意じゃない？松岡さん的にはいつ頃から日高さんに心を許せたのでしょうか？日高さんとの共演は多く長いので気になります。よろしければお答えください。でも聞きたいな、はい、なるほど。どうですか？まあ、いや、なんかこう、やっぱ日高さんとイベントとか一緒になってとか、はい、あと現場でがっつり共演させていただいたりとかっていう場で行った時に、日高さんって結構そのなんか誰とでもなんか仲良くなれるような感じがすごいしていて、そしたらなんか自分喋んないのにこう喋りかけてくれたりするじゃないですか。はい、あ、この人本当にいい人なんだなって思って。いつぐらいに思ってくれたんですか？そういったソードアートじゃないですか、やっぱ。おー、嬉しい。でもソードアートいっぱいずっと続いてるけど、どのタイミングかちょっと分かんないけど、そっか。でも私結構印象深いのが、はい、ソードアートとアクセルワールドの、なんか合同のドラマ CD 覚えてます？ほんと初期の初期。ああ、ソードアートが始まる前のやつですね。そう。アクセルワールドの後にね、ソードアートがアニメ放送になったじゃないですか。その間ぐらいにやったやつで、
なんかアクセルワールドで結構なんだ暴言吐く役をやらせてもらったんですけど、はい、その時に松岡さんが日高さんってこういうお芝居もなさるんですねみたいな、すごい良かったですみたいな、あどうぞいいじゃない、言ってくれて、はい、そうすっごい嬉しかった記憶があって、本当ですか、そうなんかそうやって話しかけてくれるんだなって、いやでもやっぱりその日高さんってなんか、まあ、最初のなんか僕の印象なんですけど、はい、結構なんかニコみたいな役って僕の中では想像がつかなかったんですよ、あちょっとね悪い感じの、ええ、うんうん、やっぱ役者だなって嬉しい、すごいなと思いましたよ、あの二面性は、うん、でもそれでちょっと自信につながりましたもん、私あの一言でというか、あそうですか、はい、そんな恐縮ですこちらこそ、なんだろう、何かちょっと恥ずかしくなってくるかも、歴史的瞬間もどもどしますねリナマル頑張れ、かわいい、私が神です、消えないよ